かなり嬉しい。いやー、ほんとね、パチンコの抽選負けてよかった。どうもじゃ、どうです。今回はですね、福袋を開封していきたいと思います。福袋開封していきたいと思います。今ですね、家の方に家族がいなくて、こうやって堂々とできるわけなんですけども、本日ですね、7月7日。いやー、わかる方はですね、わかると思うんですけども、そうなんです。パチンコ屋のイベント日。いやー、これはですね、1年に1回しかないね、激アツなイベントで、だからね、これで家族が ね、いない日、これで行くかどうか迷ったんですけども、行ってきました。はい。行ってきて、それで抽選で負けて、今、ここにいます。いや、だけど思ったんですよ。こうやってね、抽選で負けたってことは、福袋もかなりいいものが出るんじゃないかなと、その代わりに。いや、本日ですね、開ける福袋は、こちらになります。こちらですね、過去に買ったハードオフのジャンク PSP 画像袋。こちらをですね、開封していきたいと思います。こちらの開ける前にですね、プレイステーションなんですけども、現在ですね、値上がってる傾向にあって、前にですね、デジモンワールド、こちらがですね、2000円で売られているのを見てたんですけども、ここ、本当にね、最近、そちらが4000円とかでなんか売られているのとか結構見るんですよ。だから今回ですね、こちら安かったソフトももしかしたら今になったらですね、バックアド的なものが出てくるかもしれません。いや、早速ですね、こちら開けていきたいと思います。それでは、いいでしょう。猫、これをですね、ちょっと開けていくわけなんですけども、やっぱね、こういう紙袋ってのはやっぱ開けるのが難しいですからね、ほんと。よいしょ。よし。今回はちゃんと開けれました。よし。早速ですね、こちらのプレイステーションソフトの謎袋、開けていきたいと思います。まずはこちらの1本目。せーの、ドン。お、これはサイですね、これ。私、これちょっとゲーム自体はちょっとやったことがないんですけども、パズルゲームっていうことです。は知ってるんですよ。確か男の子がですね、サイコロに乗って、なんかするゲームだってわかるんですけども、実際でちょっとプレイしたことがないんで、お、ちょっと、説明書もついてますね。ちょっとね、これはちょっと私やったことがないので、全く説明はできないんですけども、まあ、多分この後のね、ゲーム画面が多分流れると思いますので、そこですね、どんなゲームかやっていきたいと思います。1本目はサイ。じゃあ早速2本目いっていきましょう。せーの、ドン。あ、チョコボの不思議のダンジョン。いや、これはね、やったことがあるんですよね。チョコボの不思議なんて、トルネコみたいな確かのゲーム性だと思うんですけども、これね、なんか確かにね、これちょっと記憶がね、正しければチョコボのダンジョンって体験版ついてませんでしたっけ。これどうですかね。せーの、ドン。あ、これそうごめん、すいません、体験版じゃないですけど、不思議なデータのディスク、確かに、ね、こちらがですね、ファイナルファンタジー7で使えるやつだった気がするんですよね。いや、子供の頃ね、これが欲しくて、この不思議なダンジョンを買った覚えがありますね。2本目はこちらのチョコボの不思議なダンジョン。まあ、今のところ2本目はもうジャンクコーナーにありそうなプレイステーションのソフトですね。3本目はどんなのが来るんですかね。ほんとね、まあ今回ですね、本当いつもだったら取りながら切ったりしてこうね、説明入れたりとかするんですけども、もうね、これ一発撮りなんで、これはね、ちょっとね怖いですね。いや、ちょっとすいません、電話来ました。いや、
今ですね、ちょっと嫁から電話かかってきて、これね、早くやんないと、最後まで開けれないっていうちょっと危険がちょっとできたので、ちょっと巻きでちょっとやらさせていただきたいと思います。続いては3本目。せーの、ドン！ん？これは人生、いや、億万長者ゲーム。億万長者ゲームってこれなんですかね？あれみたいな、いただきストーリーみたいな、そんな感じですかね？ごめんなさい。これね、これもね、プレイステーションって名前は結構ね、聞いたことあるんですけども、あまりやったことがないゲームが多いんですよね。よいしょ。あ、でも、帯ついてますね。帯ついて説明書もちゃんとついてて。ね、これ、やり込むほどに熱い。みんなでやれば、熱い。もう熱いしか書いてませんね。いや、これね、松岡修造さんにはぴったりのゲームですね。はい。熱くなれ！3本目は、こちら億万長者ゲーム。はい。4本目はこちら。あ、ミンゴル。いや、これね、ミンゴルはね、ちょっとやっぱ個人的には好きなんですよね。いや、これね、意外に昔は持ってたんですけども、今はね持ってなかったんで、これねちょっとあったらね、いいゲームですね。ミンゴルはいいゲーム。いやー、本当ね。あ、しかも、あれ昔のプレミンゴルの2ってこんな説明書だったんですね。これはちょっと初めて見ましたね。なんか雑誌みたいな、そんな感じがしますね。いや、まあでもね、これはねちょっと嬉しいかも。ちょっと久しぶりにちょっとミンゴルやりたくなったので、ちょっとね、これはほんとラッキージャック。ちょっとね、これは本当にね、巻きでやらないと早く帰ってきちゃうんで、ちょっとこれはすいません。じゃあ5本目いきたいと思います。せーの、ドン！あ、モンスターファーム。これはね、ジャンクの定番であるんですけども、私持ってるちょっとモンスターファームって結構傷だらけだったので、こうやってね新しいのがあるとね、ちょっと助かるんですよね。あ、結構ね、やっぱりね、このモンスターファームっていうのはですね、こうやってCD を読み込ん開けて違う CD 入れてモンスターをですね呼び込むっていうので、結構ねこちらが傷ついたりとかするんですよね。なのでですね、これはちょっとね、ありがたいですね、本当に。でも先生、これやりたくなりましたね。モンスターファームといったらやっぱり火の鳥でしたけど、火の鳥、やっぱガリでしたっけ、太陽のやつ、あれがね私好きでね、結構使ってたんですよね。いやー、サムシングエルスのですねラストチャンスを買ってまたチャレンジしたいと思います。5本目はモンスターファーム。続いてはですね、6本目。せーの、ドン！こちらは、反対なんですけど、こっちもいいですかね。ギャロップレーサー2。これは、競馬のゲームですかね。対戦モード、ギャロップレーサーってなんかそのプレイステーションのジャンコ台見たときあるんですけども、2ってちょっと初めて見ましたね。ちょっと、あ、しかも帯付き。これはね、ちょっと嬉しいですね、これ。で、しかもさっきから見てればね、ちょっとね、中身ちゃんと綺麗なんですよね。やっぱね、こういったね、やっぱ綺麗なものがあると本当にね、起動も多分大丈夫だと思うんですけども、はい、ちょっともうそれ以上の話が出てきません。今ね、嫁が帰ってくるってことでちょっとね心臓バクバクしてます。6本目はギャロップレーサー2。いや、やばい、あと3本のうち間に合うんですかね。3本、いきます。せーの、ドン！あ、パワープロの97って、これはどうでしたっけ、これサクセスあるやつだったかな、なんかないやつなんかあった気がするんですけども、いやー、あれ、それって64でしたっけ、ありますね、なんかサクセスモードって書いてるので、だからこの97はサクセスがあるタイプですね。サクセス、どんなサクセスだったかな、これ今回この97のサクセスは、
ドラフト指名新人選手からのやつですね。あのね、パワープロの、ね、サクセスもいろいろありますからね。あの今の、まあ、プレイステーション5に出てるやつもですね、まあ、なんか面白そうではあるんですけども、だけどやっぱあの、ね、こうやって単純なパワープロも、ね、やっぱ面白いんですよね。やっぱ7本目はですね、実況パワフルプロ野球97開幕。10本ってことはちょっと待って、じゃあ次8本目、せーの、ドン。あ、トロと子分だね。子猫と一緒。いや、ごめん、あのね、ごめんなさい、あのトロと子分っていうのは、ね、あのこの猫がトロなんですよ。だからね、あのちょっと今トロと子分ってあの別なゲームになっちゃったんですけども、いや、このね、ポケットステーション使ってやっぱね、あの時はね、やっぱ携帯電話なかったんで、やっぱこういうのがあって暇つぶしにはちょうど良かったんですよね。やっぱ個人的にですね、あのこちら昔ロボットいたと思うんですけど、ロボットが好きで私あのこのポケットステーションに入れてたんですよね。毎日ですね、あのポケットステーションを池袋で買ったので、これを使ってですね、ちょっとやりたいと思います。次は9本目、せーの、ドン。あ、来ました。さっきね、あの子猫と一緒があるってことで、どこでも一緒もありましたね。これがやっぱり鈴木亜美さんですよね。はい、そう、こちらのロボットですね。ロボットがですね、あのやっぱ可愛くてか憎たらしいんですよね。憎たらしいんだけどまたいいんですよね。やっぱいや、こちらも、あ、これも帯付き。帯付きは嬉しいですね、やっぱ。やっぱね、好きなゲームの帯付きっていうのは本当ね、あの、何個あってもいい。はい。もうね、あと、これ以上のコメントはできません。活動限界です。今ですね、あの、9本目まで来たんですけども、ま、今のところ、まあ、550円だったら、まあ、この内容はいいと思うんですけども、ちょっとね、あの、よく言ったら、もっと爆発的な方が欲しい。いやー、せっかくで、あの、7月7日、あの、抽選に負けて、いやー、今回、ね、こうね、ちょっと、自分の傷を癒すものがね、ここに、最後の一本で出てきてほしいんですけども、最後の一本、どんなものが出てくるんでしょうか。果たして、最後の10本目、いってみましょう。せーの、ちょっと待ってください、これあれじゃないですか、あの、まあ、あの表紙はないんですけども、バーガーじゃないですか、これ、え、マジっすか、ちょっと待って、これちょっと素で嬉しいかもしれない、え、マジっすね、ちょ、これね、あの本気でちょっとやってみたかったゲームなんですよ。だけど、あの、ちょっとね、3000円でちょっと出せないなってちょっと思ってたんですけども、ジャンクでね、バーガー出てくれると、これはかなり嬉しい。いやー、ほんとね、パチンコの抽選負けてよかった。今回はですね、550円のハードフの謎袋を開けてきたわけなんですけども、いや、かなり、あのね、大満足の内容でした。今回こちらの方にランク付けはするんですけども、やっぱり1位はやっぱバーガーじゃないですかね。いや、これはかなり嬉しかったです。これからもですね、福袋をたくさん開けていって、福袋の中にですね、出てくるゲーム、どんなものが一番多いのか、そしてどんなものが一番高いのか、これをですね、集計してどんどん出していきますので、よかったらですね、登録していただければ嬉しいです。いや、こうやってね、今あと少しでちょっと嫁が帰ってくるんですけども、それに負けずですね、どんどんこれからも開けていきますので、よろしくお願いします。それでは、リコでした。